今夜も来ました、はい、前回ミスった K 大久保しかし、うん、装いも新たに今夜も来ました、はい、呼ぶか。いいよ。いや、先週に引き続きですね、そうですね、先週はちょっとはい、ね、ハプニングがあり、これぞ、ね、お邪魔します生放送という感じでね、うん、先週は面白かった。うん、いやーそうですね。まあなんか僕がなんかめちゃくちゃはめられた感じでね。可能性を感じましたよ。そうですね。面白かった。今日またやるかと思いきや今日はそうではない。はい。まあ、確かにな、前回切り良かったしな。うん。うんうん、まあ出し尽くしたかな感はありますよね、最初のね、紹介でね。あのまま幕末をなりきりでやってたら喧嘩してた可能性あるしね。うん、ああ俺はそうじゃねえって。そうよ。もっとうまく真似しろやとかね。そうですね。そうそう。今日は違うゲームをやりますか。はい。声でかい。あ、本当？通話通話。どうかな。大久保さん風邪治ったんですか。あのね、なんだかんだでまだね痰が残ってて、こいつがなかなか切れないんですよ。結構長引くな、じゃあ。そう、結構長引く。うんうん、でもね、本当ね、それ以外はねもう元気満点だからもう全然大丈夫よ。よかったよかった。うん、中岡が3週間ジム行ってないことに対して、そうなんだよ。いや月曜日中岡さん来てね。あ、俺に言ってんのか。はい。来る気ないんですか。中岡さんって言ってたよ普通に。何そのそれ。え？新しいな、怖いんだけど。柱まっくれ方。おめえだよおめえ。行く行く、月曜日行くって。うん、そうだよね、ゲストに待ってますんで。大久保さんの見解が来るなと思ってちょっとぼーっとしてた。ごめんごめん。何？いや、3週間来なかったことに対しての答えが来るかなと思ったのに、うんうん、いきなり、うん、長尾さん来てねって来たからちょっと予想してなかった。3週間ね。いやでもさ、僕の体調不良もあったから。そうだよ。そうそうそう、それは申し訳ない。うん、まあその分家でトレーニング、そうそう、うん、そうそうしてたんでしょ。うん、そう。え、スクワットやれって言いましたよね。ちゃんとやりました。スクワットやったよ。うん、うん、やってないっすよね今その感じ。いや、ね、ペットボトル持ちながらね、階段登るようにしたから。いやいや、やってないですよねその感じ。ペットボトルはそれ500とか500は多分飲み水だよね。メロンソーダ、メロンソーダとかね、うん、で上上がったら飲んだ。まあ月曜日お待ちしております。大久保さん的にはもうこれ諦めちゃっていいんじゃないの、これやる気ないっすよ。やる気あるよね。俺ね、どう、まあでも来た時はね頑張ってますからね。そうよ。まあまあでもどうすかね。まあなんかまあ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 、まあ、体重測ってどうなるかかな。今測りますか、中岡さん。いや今はやめとこう、ね、うん、今はやめとこう、ね、3週間サボってんだからどんなもんかっていう。今測るべきじゃない。だよ、ここの体重計壊れてるからさ。壊れてないよ全然。直しといたって。交渉、え、今測る。もう今測ろう。本当に今測る。持ってくるよ今。じゃあ中ちゃん今測ろうぜ。中ちゃん、うっそ、ちょ、今俺今日服重たいんだよな。173キロ。じゃあ173センチ。100のゼロだから、これ間違いないよ。うん、高さ500のやつを乗っけてみ。これ500だ。うん、500。うん。増えた。よくわからんな。アナログだもん。いや、ドキドキしますね。いやー、意味ないですからね。そんなスポットでちょっとやったぐらいでは。まあ、うん、マジレスすると、まあ、3ヶ月ぐらい頑張らないとなかなか体は変わらないって言いますからね。ですよね。そう、週1回やった気持ちになってるよね。今これで500、構成完了だよこれで。よし、今測定器構成したんで体重計。これ中岡完全のガチのやつ出る。いや、これ楽しみですね。なんぼだ。なんぼ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 。ん？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 91ですね。おお、91ですね今。91。今ね、予想当たったな。フルで来た状態でこの体重計で91。ちょっと痩せたな。そうでしょ。93だったお前。うん。え、前95だったんじゃなかったっけ？95までは行ってなかった、さすがに。93、4あったりだった気がする。じゃあもうやっぱり大久保ジムでの結果が出てるわけよ。出てんのかな。出てるって言いたくね。91キロか。あ、でもほら。
筋トレして筋肉が強くなるから、うん、それも筋肉の重さも出るからさ、うん、いやいやそれずるいよ、ね、その肩太り理論、うん、何がデブの御用達の俺ちょっと昔鍛えてたから筋肉重めえからみたいな、うん、ずるいよでもそれがね今の結果になるからないやまあ週一の筋トレがどれだけね体に対して効果を得てるのかちょっと僕的にはねちょっと不思議ではなりませんがでもねかなり筋肉痛きたからね一発目とかいや月曜日月曜日来れるんですか本当に来れるよじゃあ月曜日お会いしましょうぜひ、うん、大久保さんは何キロになったんですか僕今83ぐらいかなおなかなかうん、うん、もうなかなかって感じ、うん、なかなかです、はい、いい筋肉お持ちでねありがとうございます頑張ってるもんないやいやどうもどうもじゃあみんなで空気でも読みますかオンラインのいや空気って吸うものなんだよな飲むものなんですけどね読むものだよ空気は空気読めるかな